J ビレッジセンター旨、J ビレッジは、福島県浜通り南部、双葉郡奈良波町、広野町にまたがって立地する、サッカー等を対象とした、スポーツトレーニング施設。日本サッカー開発のナショナルトレーニングセンターである。1997年開設。福島第一原子力発電所事故に伴い、2011年3月15日から2013年6月30日まで、 スポーツ施設としては全面閉鎖し国が管理する原発事故の対応拠点となっていた。以後もトレーニング施設としては活動閉鎖されていたが2018年7月28日より部分的に再開。同年9月8日には新しい全天候型練習場の利用が始まった。東京電力が原子力発電所立地地域の地域振興事業の一つとして 総工費130億円を投じて建設し、福島県に寄付した施設で、日本サッカー協会、日本プロサッカーリーグ、福島県、東京電力などの出資で設立された、株式会社 J ビレッジが運営管理する。株式会社 J ビレッジの歴代社長は、福島県知事、副社長は JFA 理事と東京電力役員が務める。実質的な運営統括は、 JFA 理事の副社長が担当しており、現在の副社長は、元湘南ベルマーレ監督の上田英治。J ビレッジの名は、元イングランド代表で、マンチェスターユナイテッドの名選手として知られる、オビー・チャールトンによって命名された。JFA 初の育成学校である、JFA アカデミー福島の拠点であるが、2011年より、拠点を静岡県に移しており、 j ビレッジでの活動再開は2021年4月、j ビレッジへの全面復帰は2024年4月となる予定である。また、かつて日本女子サッカーリーグに参加していた東京電力女子サッカー部マリーゼは j ビレッジスタジアムをホームスタジアムとして利用していた。サッカー以外にもラグビー、アメリカンフットボール、ラクロス、卓球、バスケットボール、バレーボール、 バドミントン、チアリーディングなどの合宿も可能である。これは、宿泊や飲食においても同様であり、一般の来場者でもフィットネスクラブやレストランなどを利用することができるほか、企業の社員研修やビジネス客の宿泊などスポーツと関係のない利用も可能である。利用人数は一時閉鎖以前の2011年3月までで、延べ約100万人利用。 約56万7000人が宿泊していた。2021年3月25日、東京オリンピックの聖火ランナーのスタート地点。2022年には立地及び近隣する自治体が桃色クローバー Z を招致し、同所で初となる単独コンサートを開催する。49ヘクタールの敷地に全8面の天然芝、全天候型人工芝一面。 屋外人口芝2面の計11面のピッチを備え、サッカー日本代表、J リーグクラブなどのトップチームから草サッカークラブまで幅広い層の合宿施設として利用される。宿泊、研修施設が併設されているメリットを活かして、審判員や指導者の養成事業などでも利用されている日本サッカー界の重要拠点である。海外チームも利用することが可能であり、2002FIFA。 ワールドカップの際には、アルゼンチン代表が、ラグビーワールドカップ2019の際にも、アルゼンチン代表がここにキャンプを構えた。また、地域レベルの公式戦の試合会場として、規模の大きさを活かして、日本クラブユースサッカー選手権大会、日本クラブユースサッカー選手権大会、全日本少年サッカー大会、J ユースカップなどの全国大会の会場として、幅広く使われる。 天然芝フィールドトレーニングフィールドセンター棟や、練習用ピッチからはやや離れた広野町側にある。メインスタンドとバックスタンドは個別席で5000人。終了、南側ゴール裏は芝生斜面で、北側ゴール裏は崖地のため観客用のスペースが設けられていない。屋根はメインスタンドのみにかかる。客席の入り口は南側ゴール裏後方とメインスタンドのみ。 大型映像装置はなく、大型の電光掲示板が北側ゴール裏に設けられている。ホームスタジアムとしての利用前述のテップコマリーゼのほか、J ヴィレッジスタジアムで全国規模のリーグ戦のホームゲームが開催された例としては以下のものがある。日本のサッカー界は、1993年のプロ化や、初位ドーハの悲劇を経て、プロや日本代表チームの強化につながる優秀な 選手を育成するための活動拠点となる施設の確保が急務とされた。同時に日本でサッカーを行う環境が質的にも量的にも不足していることが問題となっていた。また日本は同時期に 2002FIFA ワールドカップ招致に向けて動き出しており、そのきっかけとして新たなサッカートレーニング施設を欲していた。一方で、 福島県内に原子力発電所を含む多くの施設を所有していた東京電力は1994年に地元への貢献として地域振興施設の造営、寄贈を行うという提案を行った。この時、ちょうど地域密着を掲げて人気を博していたサッカーと結びつけた整備が適当と判断され日本サッカー協会が協力する形で ナショナルトレーニングセンターを設立する合意がなされた。なお、建設予定地は東京電力の発表当初未定とされ、1994年9月26日の福島県議会で当社の発電所がある自治体への建設を希望しているとのコメントが示された。必要な敷地は30から40ヘクタール、構想発表時点で完成イメージ図も添えられていたため、 成形東北のように事前に地元町村と綿密に打ち合わせしたものと受け取ったマスコミもあった。これに応じ、福島第一原子力発電所7.8号機の増設予定地にあたる双葉町の企画開発課長は、個々の町村が誘致運動をやるのは控えるよう町村会で確認している。仮に40ヘクタールほどの土地なら双葉町で確保できるだろうが、 現実の問題として、施設の維持、管理はどこがやるのか、現在の交通機関で全国から来る選手たちをスムーズに受け入れられるかなど、かなり難しい点があると述べている。結局、東京電力は1995年から、同地にある広野火力発電所に隣接した広野町長誘致に、建設を決定、約130億円をかけて、施設整備を開始。 5000人収容のサッカースタジアムや各種球技に対応可能な天然芝グラウンド、屋内トレーニング施設、宿泊施設等を建設した。1997年に竣工した施設は福島県へ寄贈され、福島県の外郭団体である県、電源地域振興財団の所有となった。同時に施設運営のために、福島県日本サッカー協会、東京電力からの 各10%の出資を中心として、株式会社日本フットボールビレッジを設立し、ここが施設を借り受ける形で J ビレッジの管理、運営を行った。なお、当時この施設寄贈は、当時から福島第一原子力発電所7.8号寄贈説の見返りとして、マスメディアにたびたび指摘され、 県内の原子力発電所におけるプルサーマル実施を承認させる見返りではないかとする指摘もあった。しかしその後、プルサーマル関連の不祥事や東京電力原発トラブル隠し事件の発覚によって実施自体が大きく遅れ、増設計画やプルサーマル計画のスケジュールとは無関係に完成、運営が続けられた。建設に投じられた130億円について、 生計東北は教育小学財団を作り、浜通り一体の高校生、大学生の小学資金に充てるという提案なら、県民に率直に受け入れられたのではあるまいかと批判した。また、生計東北1997年4月号では、福島県が浜通りを放置してきたとし、地域振興に努めてリードすべき県が何もせず、東京電力が J ビレッジの青写真を提示し、 建設するという会と県の姿勢を批判している。2011年3月11日、東日本大震災が発生したが、ここには大きな被害はなかった。同日は避難所として機能していた。福島第一原子力発電所事故が発生し、同原発から2 0トル圏内にあることから、避難指示区域、後に警戒区域に入ったため、 翌3月12日から別の場所への避難を開始した。同施設を拠点に活動している JFA アカデミー福島及びテップコマリーゼは避難を余儀なくされた。同年3月15日、施設は国に移管され、陸上自衛隊のヘリコプター機体及び隊員が放射性物質を除去するための除染場所となり、同年3月18日には政府、東京電力、 陸上自衛隊及び警察や消防が原発事故に対応する現地調整所を設置し、全線拠点として本格的に運用を開始した。近くの道路や駐車場は使用済み核燃料プールを冷却する消防車や汚染された瓦礫撤去のために用意された戦車、装甲回収車、放射線量の測定車といった特殊車両の待機場所となった。原発事故に対応する 作業員を診断する医療班が常駐している。事故発生当時、最大で1000人の関係者が寝泊まりしていた。福島第一原発内で作業を終えた。作業員はここで除染及び宿泊、食事をしていたため、事故対応が長期化する中で、当該施設の環境改善が叫ばれるようになった。2011年9月時点、作業員の宿泊施設を 南の岩木市に置き、1日あたり3000人から1300人の作業員がここで作業服に着替えて原発に向かう中継基地となっていた。上中は自衛隊員数十人、東電社員約200人。2011年10月現在、芝のフィールドはヘリポート、駐車場、除染場、作業スペース、資材保管場所として使われ、一部は アスファルトや砂利が敷かれた。J ビレッジスタジアムのフィールドには、東電社員用のプレハブが置かれている。東京電力は、福島第一原子力発電所の事故に伴う、賠償や除染への対応を強化するため、福島復興本社を2013年1月1日より、J ビレッジに設立、4000人を超える社員を配置させ、それまで本店が担当していた、賠償の審査業務の一部を、 復興本社に移すほか、実務を受け持つ南相馬市や合津若松市など5カ所の事業所の担当者を増やすことで支払いへの対応を加速させるとした。なおこの間、J ビレッジ施設で働いていたパートや、派遣社員約150人は全員解雇され、残る13人の正社員は減法し、雇用を続け、郡山市、岩木市、会津若松市の災害対策本部で、 ボランティア活動に従事し、その後2012年9月より、岩き市に仮設フィットネスジムを設置、運営させていた。2013年7月1日、J ヴィレッジ内に置かれていた福島第一原発への入り体管理機能の多くを原発敷地内の入体域管理施設に移した。JFA は J ビレッジを再び利用するとしており、 日本オリンピック委員会や日本体育協会及び JFA は当該施設を含めた被災地のスポーツ施設を元に戻すよう日本国政府に要望している。これに国際サッカー連盟も資金提供をするとしている。また長年同地で行われてきた日本クラブユースサッカー選手権 U-18 や U-15 など全国規模の大会は 他の会場に移して開催される。2013年7月、原発事故対応拠点が第一原発内に移転したことを機に JFA は J ビレッジ復興サポートプロジェクトを立ち上げ、復興に向けて本格的に動き始めた。この時点でピッチ11面のうち10面は資材置き場や駐車場、プレハブが置かれ、全面的に芝生を張り替えなければならなかった。 2020年東京オリンピックの開催が決定したことを受け J ビレッジをトレーニング施設として再利用することを目指すこととなり東京電力主体の復旧事業として2018年までに元通りに戻すよう進めていくこととなった2016年8月29日に日本サッカー協会ビルで行われた記者会見で 福島県知事の内堀正雄が説明した内容によると2018年夏の一部営業再開2019年4月の全面営業再開を目指すとしており震災前よりもさらに魅力的なトレーニングセンターをコンセプトに国内初の人工芝一面サイズ全天候型練習場を新設することとしている全天候型練習場の総工費22億円に ついては、日本スポーツ振興センターから15億円のスポーツ振興くじ助成金を受けた上で、残る7億円は寄付金により賄うこととしている。復旧工事の進展に伴い、2017年3月、一杯をもって、東京電力による J ビレッジの使用を完全に終了。2018年7月28日には、スタジアム、練習グラウンド6面、 新宿パクムネなど一部施設の運用を再開、2019年4月20日に8年ぶりに全面営業再開した。一方、双葉地方町村会による常磐線の J ビレッジ、近くに新駅を設置する構想に対し、東日本旅客鉄道は2018年1月に検討する方針を決め覚え書を交わした。2018年3月28日、JR 東日本、 福島県、双地方町村会は、協定を結び、J ビレッジ駅の開設を正式に決めた。2018年5月に工事を開始し、全面営業再開と同日の2019年4月20日に開業した。当初は J ビレッジや周辺で開かれるイベントなどに合わせて、列車が止まる臨時駅であったが、2020年3月14日より、全日営業する常設駅となった。 2021年3月25日、東京オリンピックの聖火ランナーのスタート地点。震災復興を象徴する施設から、大会が掲げる復興五輪を世界に発信する。聖火ランナーは、公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて、組織委員会は、スポンサー企業4社と、各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に、 延べ535,717件の応募があったと発表した。2022年には立地する奈良波町、広野町と近隣の奈美江町が共同で、桃色クローバー Z が毎年実施するコンサート、桃黒春の一大事を誘致。J ビレッジでは初の単独コンサートとなる。ありがとうございます。